今日は何のニュースやってるのかなぁ。空いてますよ。こんにちは。あ、どうもわざわざ来てくれてありがとうねー。いえいえこちらこそ。今からニュース見るけど一緒に見るかい？あ、はい、ぜひ見させてもらいます。何のニュースやってるんですかね。早速テレビつけてみましょうか。了解です。皆さん、おはようございます。3月31日午後のニュースがやってまいりました。今日のニュースを担当するマリサと、同じくヨウムです。早速ですが、速報が入ってきましたので、ニュースをお伝えしていきます。昨日午後1時頃ロブロックス鉄道会社で、暴走列車が現れたようです。その暴走列車では、乗客348人と、運転手、車掌を含めて350人乗っている特急電車のようです。昨日起こったトレインジャックでは深夜に収まったようです。ロブロックス鉄道会社ではトレインジャックが起こった際、運転手に撮影するよう話をつけられていたらしく、今回のトレインジャックの様子を運転手が撮影してその動画を私たちに提供していただきました。ここからは、昨日の車内で起こったトレインジャックの様子を見ていただきます。それでは、どうぞ。
い、以上が、ロブロックス鉄道会社の特急車内で起きたトレインジャックの様子でした。そろそろ CM に移ります。疲れたぜ。今回は、トレインジャックのニュースってことになってるから、私たちも動画見たけどすごい再現度高かったね。そうだな、スワットさんと強制児さん、セアルスさんの3人が、撮影に協力してくれたもんね。ありがたいよ。そろそろ CM 終わります。わかったぜ。了解です。視聴者の皆さんお疲れ様でした。今回の動画では、現実では、することができないであろうトレインジャック、という設定で、ウプ主が、フレンドと協力して撮影したんだぜ。僕は、運転手で、ハイジャック犯役とか、駅員役とか、車掌役とかいろんな役の人が、協力してくれて助かりました。トレインズでの撮影だったので、よかったなと思います。ちなみにですが、この動画は、長いので、プレミアム配信です。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。